長春市、長春市、長春市、チャン春市は、中華人民共和国吉林省に位置する、副省旧市で同省の省と、市区人口約438万人、総戸籍人口約749万人、2017年、吉林省政府が所在し、省内の政治、経済、文化の中心地となっている。 1932年から1945年までは満州国の首都とされ、新京と呼ばれた。市内には、長春第一自動車製造工場と長春、映画製作所が所在し、中国における自動車工業と映画製作の拠点となっている。住民は、漢族、満族、朝鮮族、海族、モンゴル族、シベ族など38の民族から構成される。 市内には、中国最大規模を誇る吉林大学を含む27の国立大学を抱え、中国科学院長春部員、高い研究開発力を有する、中国科学院長春工学精密機械研究所、中国科学院長春応用科学研究所、長春人造衛生観測ステーション、東北地理、農業生態研究所、衛生部長春生物製品所など104の重点、 科学研究機構も所在する中国における重要な研究学園都市であり、科学技術人員の比重は中国でもトップクラスである。また、北東アジア博覧会、長春映画祭、長春ブックフェア、長春国際モーターショー、長春国際農業食品博覧会など開催し、中国でも有数の会議、展示都市でもある。四季の違いが顕著で、期間に、 春城の遺書を有する。新京時代に満州国の首都であったことから、市内には当時の建築物が多く残っている。長春市は吉林省中部、松良平原に位置する。市の南方のこれ道県に源を発するこれ道川が市内を貫通して、市の北方で小河口へ流入している。の気候区分では気象気候、デュアに属し、 夏は暑く、冬は非常に寒さが厳しい。1月の平均気温は低く、摂氏15.1度、7月の平均気温は23.0度である。夏集大は祝神、キビ・マ友ともの居住地であり、関心大にかけては、冬の半島に含まれた。南北朝時代以降は、高栗の北辺とされ、東大に、渤海が建国されるとこの地に、冬府が設置された。 領代になると、東京道流州横領府、近代は上京路採集、後に、高市州と、海省が設置された。元朝は、海原道を設置、秋夜になると三万円とし、後に、蒙古か四株の管轄とした。新書は内モンゴルゴルロス型とされたが、この時代までは、遊牧地とされており、本格的な農業が進められたのは1791年。 県立十六年の三島の農民による入植に、始まる。三島の農民人口が増加したことから千八百年、下京五年、清長により長春朝が設置され、理事通番、準剣閣一名が設置され、吉林将軍に属し、千八百八十九年、高所十五年には、長春府に昇格している。十九世紀末、東西鉄道の支線が敷設されたが、 日露戦争後のポーツマス条約により、日本が、長春以南の鉄道支線権を譲り受けて、南満州鉄道株式会社を設立、1906年、高所22年には、長春駅を新設し、交通の要衝として注目が高まる。南満州鉄道は、さらに1907年9月から、周辺地域を買い受けて、鉄道付属地の開拓を進め、 後に区画整理して新たな商業を並びに住宅地を開発、この近代風建築が並んだ新市街が発展していった。長春は1931年、民国20年の満州事変により、関東軍の支配下に置かれた。翌年中か民国は新たに長春市を設置したが、同年に満州国が建国されると、実行支配権を喪失。 満州の首都に定められた長春は、新疆と解消された。満州国時代は、加藤世の基地ら日本人技師による積極的な都市計画が実施され、現在の島市街地が形成されていくこととなった。満州国時代の新疆は、新市街とそれを包囲する形で、小府地が置かれ、新たに執政を行う観光所などの多くの公的機関はこの小府地に設置され、 日本による道路や鉄道等の交通インフラの整備によ発展した。1945年、民国34年にソ連隊に参戦で満州国が崩壊すると心境は再び長春と解消され、ソ連軍の占領下で進出していた中国共産党が同年11月15日に長春市政府を設立してが市長となる。国境内戦においては毛沢東、 林漂軍による長春包囲戦を受け、長春一般市民の2、3にあたる数十万人が合死する第惨次となる。その結果として1948年からは人民解放軍の勢力下に置かれ、1949年に中華人民共和国が成立すると、長春は吉林省の省都となり、現在に至る。長春市は七宿に研究、市、一県を管轄する。 長春は中国東北地方の主要都市の一つとして、また吉林省の首都として、あらゆる産業が盛んである。市内のこれ道下流域は肥沃であるため、都市化が進んでいるものの、郊外では農業が盛んである。吉林省ではトウモロコシ、大豆、米が主要作物である。南高魚場などで淡水魚の養殖も行われている。長春は東北の美保、 薬用人参、天の毛川、鹿の袋角の集積地でもある。自動車産業、第一記者などが最大の製造業であり、外国の自動車会社、フォルクスワーゲン、アウディ、トヨタ、マツダなどとの合弁会社による製造も盛んで、自動車の裾野産業の企業も多数ある。飲料産業、百事コーラなど製薬業、長春和平製薬など、防疾業、 銀流集団など、鉄道車両製造、中国北社集団の長春軌動客車などもある。特別産業区には、以下の5区があり、共に、国内外の企業を誘致している。交通関連産業、流通業、商業も盛んである。市内南西地区にある、長春を大は売り場、ユーラシアショッピングモールは、アジア最大のショッピングセンターである。満州国時代から、 ある映画産業は有名で、そのテーマパーク、長春田園城や長影正規城などもある。以下の都市との間に航空便が就航している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。